本格的に授業を始めます。本当に本当に大好きです。皆さん授業に集中してください。私は大丈夫です。共同評価の準備、生徒たちの個人面談、それ教師として生徒たちを理解することは大切です。試験の採点が終わったら共同評価の準備、生徒たちの個人面談、それから新しく導入する授業の試験運用を行う予定。